始まりました。今回は極めのルパン抜き。なんですかこの野生的な猿は。どこから連れてきたんですか。どう見てもルパンだろ。どこがだよ。おい事件持ってくれー。トトン。違う違う。声似せたとこでだからな、うん、あそう声じゃなくて今日は、うん、そのルパンってさ、うん、峰不二子とかがベッドに誘ってきた時にさ、うん、一瞬のうちに脱いでベッドに行きます。そうだね。あのルパン脱ぎを、うん、俺は極めたい。あれだってぬるーそう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 。いやもうあれだからね、重力に逆らってちょっとまだいるよね服。だからもうそのしたらもう全部真似も極めて、あー確かに、こいつ本物のルパンじゃない。あ、確かに、そっか、ね。そこさえ真似れたらさ、もうルパンじゃん。まあまあまあ、ルパン脱ぎさえできれば。確かに確かに。声じゃないよな、今。声じゃない。脱ぎだよ。脱ぎか。脱ぎの時代。そんな時代あるか。じゃあ行きましょう。よし。よし。ちょっと誘ってみて。ルパン。なんか俺もさ、あんま行く気なんないな。なんでだよ。ルパン。あ、いいじゃん。ルミコちゃんはって行こうかな。そうだね。そういうことだね。とりあえずやってみようか。とりあえずやってみようか。とりあえず一回やってみよう。うん。行くよ。うん。ルパーン。ルミコちゃん。遅い遅い。遅い。遅い。遅いわ。マジ？ルパーンって言って、藤子ちゃん 0.2 秒ぐらいの間にもういいから。うん。ハンデとしてさ、ここも全部取った状態でいいかな。まあ、一旦それで練習するのありだね。一旦これでいい？うん、いいよ、一旦ね。うん、ルパーン。うーしこちゃーん。あー、ダメだ、ダメだ、ダメだ。ちょっと待って、待って、待って。ダメだ。舌がね、うん、どうにもこうにもならない。なんでこんなパツパツの履いてきてんの、あんた。え、ちょっとさ、脱ぎやすいパンツでやっていい？いいよ、脱ぎやすいので。もうちょい脱ぎやすい。もうこの辺までずらして。うん。あー、無理だな。そういうことじゃないもんな。うん。足がだってズボンより上に行ってないといけないから。そう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 。あれ何秒だった、ちなみに。こっちの選手の真実からでいい。まあいいけど。これでも無理か。いいけど女の子のジーンズよ。確かにパツパツか。いけるこれ。これいける。男の子にはちょっとな。これは絶対に違う、このスタートは。あーあ惜しい。惜しいね。惜しかった、惜しかった。どんどんな。一旦ね。あ、感覚ね。せーの。うん、おでも、ちょっと惜しいね。こういうことだよね。もっとゆっくりできないの、ミネ君。え、何をスンみたいな。え、受けって言ってんの。あ、足だな。でも、ジャンプした時に、分離してたら成功でしょ、もう。まあ、分離してたらな。あ、え、すごい、でも。あとちょっとで。あとちょっとじゃない。僕はなりそう。で待って、もうほぼ脱いでるねえ、この辺から始めてさ、こうやってジャンプしただけ待って、これさ、いや本気でやりたいわ俺。トランポリンとか使ってめっちゃ高くジャンプしてピョーンって全部脱ぐ見極めようさあ、ある新たな後輩の家に来ました開拓ですかね、うん、プラス、はい、もう全部道具揃えました。あこれさえあればできる。もう絶対いける。うん、ルパンも小道具使ったりするから。でプラスちょっとたっちゃんの服を借りました、はい、ありがとうね。いや全然全然、なんかルパンっぽくていいなと思って借りた、はい、どこがだよ誰がお前ちょっと襟が違うか。襟とかじゃない、どの期のルパン。1期2期3期とかあるじゃん。3期のさ81話のお前知らないでしょ。マムートのマムート戦ってね、マムート戦った時のやつだろ。なんだこれ。ちょっとね、あのいい感じなのよ、このルパン脱ぎに。結構僕でもブカブカなんで。それさっちゃんもなんか保険かけ始めたね、うん、いや僕もブカブカなんで本気ルパン脱ぎで、ちょっと布団でルパーンって言って。ルパーン。ああいいね。ルパーン。行くよ、もうこれね。怖いな。うん。100% いける。いける？いけます。ルパーン。パンパン。
パン。そうだよね。こういうことだよね。そうだね。こういうことだよね。うん、ルパーン。なんかね、こうルパーンって言って、うん、あ、もうここから走っていこうか。走っていこうか。いいよ。やで。ルパーン。ふーじこちゃん。上が全然だな。ちょっと情けなすぎるなんか。先走りすぎてる。ちょっと情けないな。ふーじこちゃんで、うん、最初これね。これね。いいよ。うん。ふーじこちゃんで。バーン。バーン。バーン。はい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 。できてるね。はい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 。だいぶできたね。はいはいはい。はいはい。だいぶできたね。俺なんかカメラ見ててさ、ルパンだと思ったもん、俺は。でも、パッパって見たらもう裸だったから。上は攻略したわ。うん。ではボタン1個。ボタン1個ボタン1個。一番下のやつ、ボタン1個。そんな男いねえよ。ボタンしとく意味ある？逆に。ボタンしとかないとお前不自然だろ。いやいやいや、上ずっとお前この状態。ずっと不自然だ。いやいや、ボタン1個だよ。これぐらいね。不自然だ。ルパンもこれぐらいの時は変わらんって。下だね、次ルパン。ルパン、ふーじこちゃん。膝が先抜けないといけない。これ前目に余白をめっちゃ作って。なるほどね。前目めっちゃ作って、ふーじこちゃん、違う、ルパン。まあ男だもんな。違う違う。あっちにもルパンおるし、こっちにもルパン。袖、裾、裾をちょっとこうまくります。まくっちゃうの？うん。狭くなっちゃう。いや、狭くなっちゃうの。これがここさえ抜ければ、うん、あ、ここさえ抜ければ、うん、ここさえ抜ければこういけるの。いや、これ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 が見たい。私は足でかいのかな。見える。足はでかいね。こうなった時に落ちてくれればさ、うん、そうだね。行くよ。行くよ。せーの。うわ。違う違う。あの持ってってるから。あの最後飛ぶ時これで。じゃあどうすりゃいいの？こう上にスーンって感じで。だからさっきから言ってるけど、上にスーンとか。上にスーンって感じでいかないと。こう行って。この時に。そう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 。めっちゃ落ちてほしい、ね。そうそうそう、そういうことそういうこと。行くよ。せーの。ほらほら持ってってんだよ。せーの。ほら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 。もうせーのになったの。もうあれ。いやいやいや。どうしようね。セットでやってみるか。なんか。そうだね、いったね。セットでやってみたら意外に意外みたいな。うん、意外に意外。飛び込みます、次。うん、もう座った状態だよな。そうそうそう、言いますね。ルパーン。うわっ、いけた。いけてない、いけてない。全部引き連れてきてた。いや、本当に下だなぁと。なんか興奮の母、なんか息切れの母。息切れ。息切れです。かかとをもう入れとく作戦。うん、かかいいと思う、いいと思う、いいと思う。飛んだ時にヒュルル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 スポーン。はいはい、これでいこう。もうここから。いや、もうケツ見えてるんだよ。ヒュルル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 スタートからケツ見えてる。スタートね。いくよ、いくよ。いけます。ルパーン。惜しくない？惜しかったでしょ。こっち側の足に関してはいけてましたよみたいな。だったよね。このさ、バカ、このバカが、なんかさ、飛び方がやっぱ良くないんじゃない？やってみるよ。こうよ、こう。最後、見て、こうなってるから。こうよ、こう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 。飛んで脱ぎながらこうよ。といて。こうだよ、こう。こう飛ぶとこう、うん。こうだよ、こう。そう、それだけだと。うん、ズボンがここぐらいまでしか下がんない。足を抜かないといけない、最後。いや、だからこう飛びやん、こう。だからそれ、あ、抜けないでしょ。で、ズボンこの辺にあるんだよ。じゃ、見とけ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 。はい。うん、そのジャンプするじゃん。そうそうそう、ここでほら、あるから。違う違う、だからお前もこうがなってないから、足のこうがなってない。これつま先でこれいく。ルパーン。ふーじこちゃん。あ、ほら。
ルパンってさ、大変やな、ほんまに。あれが大変なんじゃないんだよ、ルパン。ちょっと特訓したいのかな、これ余力の部分でやってるから、いつ私がもっと魅力的にこう誘ったらさ、本当にそうよ。あ？お前のせいだよ。もうやってみる、やるか。いける？うん。やろか。まあどうせできないだろうけど、いいよ、やってみて。ルパーン！動け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 ！うん。誘うね。うん。頭だけちょっと上げてうんって聞くな。チコちゃん。やる気なくなるのよ。2回ジャンプかもな、これ。ポン、シャ、こうなって、うん、こうなって、こうなって、ポン、シャ。なるほど、なるほど、なるほど。2回か。2回でいいよね。2回でもいいよね、別に。いや、僕知らないっす。本気バージョン行きましょうか。本気バージョン行こう。待って、待って。待って、呼ばれるの、呼ばれるの。ルパーン！いやー、なんかついてる。もうあと3回ぐらいできて。そうだね、うん、遊んでる場合じゃないんだよ。そうなんだ。成功に近い成功でいいから。うん、それ成功だし。それ成功だから、それすなわち成功。ルパーン、フスコちゃん、いい。え、さあ、すごい。あ、これ成功でしょ。これ成功じゃん。結構成功じゃない？結構成功ですね、これは。結構成功だよね。足ないだけ。足くっついて、もうスローにしたらもう見えるな。ルパンに見えてきた。うん、ルパーン。そうそう、セットポジションちゃんとしっかり、うん、やんだね。いきます、フスコちゃん。オッケー、うん、ほぼオッケー。オベ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 。見て、足さ、見て、ほぼ、まあ、右はあれだけど、左はほぼ脱げてる感じになってて。あ、じゃあもう。上の服置いてある。上は置いてある。上は置いてあるよ。ちょっとじゃあ、あれで。すごいすごい。ちょっと待ってね。成功した、成功した。OK! うん、ほぼ OK! おめおめおめ。ラスト一回だけやっていいですか？まだお前はいけるのか。うん、ラスト一回だけやって。うん。もう泣いても笑っても一緒じゃん。はい。この辺から走って、うん、わ、そうだね、うん、そうだね。で、いきます。いきますか。いきましょう、ラスト。ラストの、はい、ラストです。ルパーン。さあ、トランポリンがあれば、うん、ちょっとぽくはなる。情けない。情けないよ。頑張ったよ、俺も。100回以上跳ねたよ。本気でジャンプしたら、これにはぶつかるもんね。そうだな、確かに天井が低いっていうのと、1、2、3。あ、おーおーおーおお。本当にトランポリン屋さんのとこ行ってさ、あー、リベンジしよう。しましょうか。貸し切りとかにしてね。そうだね、トランポリン屋さんとこ行って。トランポリン屋さんってなんだよ。日給7。リベンジだよね。リベンジャーズ、絶対にリベンジしよう、これは。うん、これはもう、うん、一旦出して、うん、リボーンみたいな感じでね。あの、リボーンって生き返るって意味だもんね、うん、家庭教ヒットまでじゃない。